第1回リクエスト企画、神デザインの腕時計。どうも会長です。今回は以前の動画でジェンタデザインの時計に触れてほしいというリクエストをいただいたので、ジェラルド・ジェンタの時計の話をしてみたいと思います。まずジェラルド・ジェンタとはどういう人なのか。ジェラルド・ジェンタは腕時計のデザイナーで、オーデマ・ピゲのロイヤルオークやパテック・フィリップのノーチラスなどをデザインした方といえば、皆さんピンとくるのではないでしょうか。ではジェラルド・ジェンタの何がすごいのかといえば、会長はラグジュアリースポーツウォッチというジャンルを作ってしまったということだと思います。ジェラルド・ジェンタはよく時計界のピカソと言われますが、ピカソで例えるなら、ラグジュアリースポーツとはキュビスムであり、ロイヤルオークとはアビニオンの娘たちにあたります。1972年のロイヤルオークの誕生とともに、ラグスポの歴史は始まりました。そこから今のラグスポブームに至るわけですから、いかに優れたコンセプト、デザインだったのかを感じていただけると思います。では前置きはこのくらいにして、ジェラルド・ジェンタの時計について会長なりの思いを話してみたいと思います。まずは何といってもロイヤルオーク。会長はジェラルド・ジェンタのデザインした時計の中で一番好きなのがロイヤルオークなんですが、特にグッとくるポイントは、時計の本体とブレスレットが一体化しているデザインなんです。本体からブレスレットにかけての流れるようなデザイン、この時計にはこのブレスレットしかないという必然性のようなものを感じるんです。金属ブレスレットの時計を探している時にいろいろ見ましたが、やはりこれが原点にして頂点だと思います。さらに基本的にはスポーツウォッチのデザインなんですが、ケースが薄かったり、針やインデックスが細かったり、ニシンだったりと、随所に見られるドレス要素がたまらなくいいですね。やはりラグスポというコンセプトは素晴らしいと思います。そして原理主義者の会長は、2012年に登場したロイヤルオーク40周年モデルが至高だと思っています。三振のロイヤルオークもありますが、針とインデックスの形状があまり好きではないので、やはりエクストラシーンがベストですね。次にノーチラスについて。ノーチラスのデザインはロイヤルオークと比べて良さが分かりづらいんじゃないかと思っています。ロイヤルオークには特徴的なベゼルやブレスレットなど、パッと見てわかる特徴がありますが、ノーチラスにはそういったものがあまりありません。時計に詳しくない人がノーチラスを見た時、目覚まし時計みたい、弁当箱みたいといったのを聞いて、会長は衝撃を受けたことがあります。そうなんです、分かりづらいんです。しかしよくよく見ていくと、ロイヤルオークにはない丸みを帯びたデザインが、なんとも愛くるしく思えてくるんですよね。ロイヤルオークが男性的な魅力とすれば、ノーチラスは女性的な魅力とでも言いましょうか。この2つは似ているんですが、マスラオぶりとタオヤメぶり的な違いを感じます。会長はノーチラスのそういうところが好きなんですが、実はデザインについて物申したいことがあります。それは針とインデックスです。2006年にモデルチェンジしてからですが、針とインデックスが太くなっているんですよ。これまでのノーチラスよりケースが大きくなった影響だと思いますが、これが会長的に実によろしくない。目覚まし時計と言われた原因はこの辺りにあると思っているんですが、ドレッシーさが薄れてしまって、なんとなくやぼったく感じてしまいます。実際ロイヤルオークとノーチラスの実機を見る機会があったんですが、針なんかはロイヤルオークの方がいいなぁと思ってしまいました。正直これを何とかしてほしいですね。さて気を取り直して、別のジェラルド・ジェンタの時計の話です。これはスウォッチグループの創設者であるニコラス・ G・ ハイエックなんですが、なんとこの方はスウォッチグループの時計を両腕につけまくっていた人なんです。彼がつけている時計の中にオメガの時計があるんですが、それがこのシーマスターポラリスなんです。会長はニコラス・G・ ハイエックがつけている写真を見て、この時計の存在を知ったんですが、これもジェラルド・ジェンタのデザインした時計なんです。これが結構好きなんですよ。ふっくりとしたケースにジェンタ針がいかにもジェラルド・ジェンタらしいんですが、そこがいい。そしてケースの模様は結構癖が強いんですが、クォーツのムーブメントに1980年代の近未来的なデザインを合わせるというコンセプトが会長に刺さります。当時結構人気だったみたいなので、ぜひ復刻してもらいたいです。
他にも同じオメガのコンステレーションなんかも好きですが、まとまりがなくなるのでこの辺にしたいと思います。いかがだったでしょうか。つらつらとジェラルド・ジェンタのデザインについて話してみましたが、結論としては会長は結構好きなものが多いです。後の時計デザインに多大な影響を与えていますから、本当に偉大な人だと思います。ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。